カンカン照りの日にベランダに出て詩を読むのが好きだった。旅を終えて部屋に戻ると目がくらんで詩の情景が私の部屋に再現される。うっそうとした森もそこで起こった惨殺も20億光年の孤独も有機交流伝統も4人の僧侶も黒猫もみんな一緒になって部屋が言葉たちの黒い海へと傾斜してゆく。ここはどこだろうか。ここはどこだろうか。ここはどこだろうか。頭をぶつけながら空いたペットボトルにつまずきながらキッチンへと歩いてお湯を沸かす。熱い紅茶を口に含んでやっと私は足場を見つけることができる。目をつむると白いページに座れた太陽がまだ暗いワンルームを食べ続けている。体与えたから与えられたからだ。与えたからだ与えられたからだ。体が与えたからだが与えられたからだ。与えたから与えられたからだ。与えられたから与えたからだ。体から与えたからだ。体から与えられたからだ。与えたから与えられた。与えたからだだから与えられたからだ。与えられただから与えたからだ。与えたから与えられたから与えられたから与えたから体からだから体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 から。夢の中で読み続けている本がある。内容は思い出せないが、その夢を見ては、前読んだところまでを思い出し、起きては忘れるということを繰り返している。本は厚い、白を基調とした想定だったはずだ。書いたのは誰だろう。読み終わることはあるのだろうか。いや、読み終わらないような気がする。読み終えるということがありえない。一冊の本を読み進めるという過程、それは生きることではないか。誰が書いた本なのか、それは重要ではない。読んでいくことだけが大事だ。生は物語ではない。ページに刻まれた文字や行間や、あるいはそれらが意味することは生ではない。確かに読み、確かにページをくることを、そして本を理解しようとすることを、やめてはならない。開かれてしまった本と閉じることもできるという選択、それを一体誰が並べて眺めることができるというのだろうか。あるのは始まってしまった終焉だけだ。目覚めたら覚えてもいないような本だが、眠れば思い出してしまう本。誰に読まれることを想定していたのか、誰に捨てられることを予期していたのか。ページをめくっているのは誰だ。そういえば卓上にはペンが置かれていたような気がする。